毎度こちらです。ライカ R3 のサファリですね。緑色、オリーブ色の限定品モデルになります。ズミクロンがついてます。50のズミクロン。限定のナンバーですね。オリーブドラフというか、軍用の緑というか、かっこいいです。ただこれ、この状態です。裸の状態。キャップもないです。フィルターがなんかついてますが、これ多分色を合わせて塗ってあると思います。外観、まずまず、綺麗ですね。使い込んだサファリは、こう、特に革が、こう、とこがね、塗装が取れてるのが多いですが、これはいいですね。ボディ、まあ、あまり傷、ここに傷が一箇所あり、当たってるんですかね、ちょっと。ガリ傷みたいななんか傷っぽいのはあります。それ以外は、擦れも、ちょっと擦れてますね。それほど目立たないです。綺麗な状態だと思います。レンズは、R オンリー、R カムですね。289万台、カナダのズミクロン。カナダ製ズミクロン。引き出し式になってるタイプです。これも塗り。同じような塗りになってます。多少塗装が擦れたところあります。何箇所か。でもまあ、金属強度の、これ金属なんですけど、その割には綺麗だと思います。まあ今、ボディよりレンズ台なんですが、ズミクロンもね、結構 R も値段上がってます。もうなかなか5万円だと綺麗なの買えなくなってきました。これはまあこうやって見てる感じ全然問題ないんですが、多分ペンライトで見ると多少はありますかね。ただ吹きすれみたいなのありますが、まあそれほど使う分には全く問題ないレベルですね。これカムが一つだけ R オンリーになります。絞りなどは特に問題なかったです。レンズ十分いけると思います。でボディですが、マニュアルは大丈夫です。マニュアルは大丈夫というか、まあとりあえず1秒とか動いてます。これバッテリーチェックですね。モルトなんかも変えてあります。スローもちゃんと動いてます。ただ、500まではいいんですが、線が怪しいです。たまに開いたり開かなかったりって感じ。基本的にはダメだと思ってください。ですので線はほぼダメです。あとこのオートマチック AE ですね、絞り優先、これも R3 というかミノルタの XE も同じような感じなんですが、シャッターを切ってすぐ巻こうとすると時々引っかかるようなこういう時ですね、時があります。まあゆっくりやってれば問題ないんですが、すぐ切ろうとすると今みたいに引っかかり気味になりますので、まあ普通に使ってれば問題はないです。これをすぐ切ろうと今はいいんですけど、こういうふうに時々、これはね、XE もそうなんですけど、結構、ミノルタ系は多いですね。まあ、普通に使ってれば、問題はないです。時々調子がいい時は、動いてるような感じの時もありますが、基本、なんかめちゃくちゃなことが多いです。ですので、まあ、オートマチックは使う、オートは使わずに、まあ、線もちょっと、怪しいですので、まあこの間ならマニュアルで使えると思います。ボディ自体はね悪くないと思います。まあ、R さんはちょっと保証も何もできませんので、現状のままでですので、今言ったように AE のオートは使えない、1000分の1も多分ダメというような感じになりますが、マニュアルで使ってください。もう綺麗ですね。
サファリ昔ねすごい高かったんですけど、まあ今レンズが主な値段になってしまいました。現状私になります。